ビジネスブックコレクション。強い思いを持てば人は必ず変われます。コンプレックスを持っている人も、話し方や声をこれから変えることは不可能ではないのです。今回のブックコレクション、おすすめの本はこちら、ドキドキに負けない話し方。この本を書いたのはアナウンサーの戸井田香織さん。もともと話し下手だった戸井田さんがどのように克服しアナウンサーになれたのか、緊張しないで話すためのテクニックをさまざまな方法で教えてくれる一冊です。それでは今回のブックコレクションはここまで。また来週。